馬渕真理子の5分で教えてベンチャー社長。このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディードで紹介しているベンチャー企業株式会社グッドラック3代表井上和久さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬渕真理子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はブロックチェーンのプロダクトサービスやスマートフォンゲームのアプリの企画開発を行っている株式会社グッドラック3の井上さんにお電話にておつなぎしています。井上さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。井上さん、今日は本社の九州福岡からご登場いただいておりますね。はい。はじめに井上さんにグッドラック3を創業された思いや理念を教えていただきたいと思います。そうですね、僕らが作ったゲーム、映像、音楽などのエンタメでみんなが楽しんでくれてるのが好きでして創業しました。で、子供の頃は勉強の合間の漫画とかゲームとかテレビ、カラオケが好きでしたし、今はそれらに飲み食いとか、サウナとかが加わって楽しみながら生きてます。人間は楽しみがあれば幸せに生きていけるという考えてまして、みんなが、エンタメによって幸せを感じてほしいと考えて世界中の人々にグッドラックをっていう理念を掲げてます。はい。最近はサウナの発信も私よく目にしております。はい。結構スタートアップで、流行ってます。そうですよね。で、グッドラック3さんは有力スタートアップ企業を選出する日経新聞社のネクストユニコーン企業にも2019年にランクインしている企業になります。ありがとうございます。はい。坂本さん、はい、このネクストユニコーンというのはご覧になったことありますか？そうですね、はい、よく、見ますよ、目にするし、そうですね、11月でしたっけ、はい、発表あったかなと思うんですけど、そうです、その中でしたら、アルバイト採用アプリのタイミーとか、あとはですね、これはタクシーのですね、サイネージによく出てくる、ひらめきんの CM のベルフェイスさんとかね。はい。この辺の、企業が選定されているのかなというところですかね。なので、非常に元気のいいというか有力な企業が選出されていて、その中に、グッドラック3さんも選出されたということですね。なので、ファンディーノでも非常に人気化した企業です。で、井上さん、もう少しですね、具体的な事業内容について教えていただきたいんですけども、どのようなビジネスモデルでしょうか？僕らが結構ファンディーノさん向けに、はい、訴求したブロックチェーンゲームというのがありまして、それは、3つ売り上げの柱がありまして、一つがキャラクター販売による売り上げ、二つ目がアイテム課金による売り上げ、で、三つ目がユーザー間売買の手数料による売り上げです。はい。で、最近はですね、そのブロックチェーンゲームに加えてハイパーカジュアルゲームというのも展開してまして、ハイパーカジュアルの方は、ユーザーが広告をゲームの合間に見るんですけど、その広告売り上げが柱になっています。はい。井上さん、そのハイパーカジュアルって言ったら私ちょっとわからないんですけど、教えていただけますでしょうか？スマートフォンゲームでできるなんかファミコンみたいな簡単なゲームでして、昔のファミコンですね、なんか1980年代を彷彿とさせるような、もう3分とか5分もあれば1ゲーム終わってしまうようなやつで、そういうなんかライトのゲームが今結構流行ってまして、しかもお金がかからなくて広告を見てれば無料でゲームができるっていうのが大きな特徴です。なるほど、そういったライトなゲームが今流行ってるってことなんですね。はい。じゃあ、具体的な事業内容について教えていただけますでしょうか？はい。先ほどの世界中の人々にグッドラックをという理念に基づいてですね、エンタメのプロデュースをしています。3年前からはブロックチェーン×エンタメっていうところをスタートして、日本初のブロックチェーンゲームクリプトンを出しました。クリプトンっていうのはトンはですね、豚って書いて、はい、豚ですね。はい。で、最近はハイパーカジュアルゲームとか YouTube 番組、音楽ユニットを作ってます。流行語に今年なったピエンっていう女子高生が
悲しい時とかに使う言葉の、ピエンっていうキャラクターのゲームで、ストアランキングにも最近入りました。まあ、求められるエンタメが日々変わっていくので、時代に合わせてエンタメ作りをしています。なるほど。吉崎さんはこのエンタメ業界の事業っていかがでしょうか、ご覧になってますか。あんまり疎くて、はいはい、ちっちゃい頃からゲームとかほとんどしなかったのでほとんどわからないんですけど、私もそうなんですよ、ゲームをほとんどしてなくてなので、井上社長にいろいろ聞いてます。これってどういうことですか。ブロックチェーンかけるエンタメってなかなか、ブロックチェーンっていろんな技術使われてるじゃないですか、僕もブロックチェーンが結構前、4年前かな、はい、にブロックチェーンかける不動産っていうテーマで講演してくださいって頼まれたことがあって、でいやいやいやみたいな感じで、まあ、トークン技術を使ってみたいな話をしたことあるんですけど、いや専門でも何でもない中で講演した苦い経験がありますけども、どういうところからブロックチェーンかけるエンタメみたいなことをしようかなと思ったのかを後から聞きたいです。井上さん、よろしくお願いします。後ほど、はい、お時間になってしまいましたので、この続きはこの後の YouTube 限定配信で伺っていきたいと思います。番組もそろそろお別れの時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式、FX をはじめ不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装、そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。ここからは YouTube 延長配信です。吉崎さん、はい、先ほどのブロックチェーンかけるエンタメってどうしてそんな、そのなんていうか テーマというか、ビジネスコアコンピテンツにしようかなと思ったのかなと思って、そこをまず教えてほしいなと思います、はい、ぜひ井上さん、よろしくお願いします。やっぱですね、ブロックチェーンの特徴として一番大きいのは、デジタルデータを資産に変えられるっていうところが、はい、大きな特徴なんですよね、はい、そのデジタルデータって、例えばビットコインもデジタルデータですけども、そのデジタルデータが、まあ、このビットコインが世界に一つしかないっていうことがブロックチェーンによって証明できるから、ビットコイン自体が価値を持つってことなんですけど、うん、同じ理屈がゲームのアイテムにも適用できまして、ゲームのアイテム自体もこれが世界に一つしかないっていうことをブロックチェーン技術で証明できるので、それで皆さんがあとこのゲームで使った時間とかお金、情熱っていうのが資産価値に変わるっていうことですね。それでゲーム自体が経済活動に変わっていくっていうところが一つ面白いなと思ってですね、スタートさせてます。なるほど、面白いですね。あ、そういうことですか。そうなんですよ、具体的な事例もありまして、クリプトンっていうゲームで、はい、豚を高額で売買されたっていう例についてちょっと伺ってもいいですか。はい、クリプトンはですね、ゲーム内で豚を飼って配合させながらオリジナルの豚を育てていくゲームなんですけど、その豚でレースで走らせてバトルさせることで勝敗が決まるわけです。それで強い豚っていうのはこの世界に1頭しかないっていうところで価値を持ちます。でその豚を売却することができて、得た資金でまた新しい豚を買うとかいう、まあ、この豚の売買で経済活動ができるわけですけど、去年時点で最高取引額が100イーサリアムですね。当時の価値で200万円なんですけど、現在の価値だと500万円ですね、うん、で売買されるような盛り上がりを見せました、うん、で井上さんは今後の展開をどのように考えられてるんでしょうか。はい、今後はですね、投資家さんが事業成長を期待する中でですね、
のブロックチェーンの技術ももちろんあの大事にはしてるんですけど、今ハイパーカジュアルゲームが世界中で盛り上がってまして、まあ世界中の人々にグッドラックをという理念の中、あの世界をターゲットとして事業成長していきたいと思っているので今注力しています。まあ作り手自身が夢中になることがユーザーに楽しんでもらうことにつながっていると考えてまして、まあグッドラック3の3はですね、あの売り手よし買い手よし世間よしの三方よしで、あのつけてまして、あの三方よしのエンタメプロデュースっていうのを続けていきたいと思っています。井上さん、本日は素敵なお話をありがとうございました。ありがとうございます。ファンディーノはネットで個人のエンジェル投資家からスピーディーに資金調達ができる株式投資型クラウドファンディングサービスのプラットフォームです。ご登録されているエンジェル投資家は3万人以上、これまでの累計成約件数は106件、約34億円の調達支援をしています。銀行などとは違う新しい資金調達の方法として、ファン投資家を集いベンチャー企業の思いを形にするお手伝いをさせていただきます。スマートマスクというものも開発をしたんですね。スピード感を持って開発をしないといけない。ファンディーノさんの場合はたくさんのチームで一緒に公開に向かってやっていくんですけども、詳しく教えてくれて、また厳しく計画も練ってくれたり、今回はエンジェル投資家の方できるだけ多くの人を巻き込んで認知拡大もできたと思うんですけれども、すごい貴重な経験をさせてもらったなと思っています。